大船遺跡は北海道函館市に所在する縄文時代の遺跡である。大船遺跡大船遺跡縄文時代前期後半から中期後半頃に至るまでの大規模な集落遺跡であり、森土遺構や縦穴住居、フラスコ上土壕などが発見されている。2001年8月13日、国の史跡に指定された。東日本における代表的な集落遺跡であり、北海道。 北東北の縄文遺跡群を構成する遺跡の一つ。遺跡の周辺は、当時の環境を再現している縄文の森、縦穴住居や森土以降を復元している縄文の庭、南茅部地域の縄文遺跡に関するパネルを展示した管理棟などが整備されている。お島半島の内浦湾沿いに面した定位海岸断に立地し、縄文時代前期後半から、 中期後半頃までに至る南茅部地区の大規模な集落遺跡である。100棟を超える縦穴建物跡からなる住居域と大規模な森土遺構があり、その南西には墓や貯蔵穴を含む100基以上の土工母群が確認されている。北西には落とし穴と遺物が分布している。 約1000年間にわたり継続した集落は、大船川砂岩の標高45メートル前後の広い断球上に形成されており、北東北における集落構造と共通している。また、発見された建,穴建物跡は床を深く掘り込んだ大型のものが多く、炉の付近や住居跡の長軸方向の壁際には、祭祀にかかると考えられている特殊な小土庫もある。 中には深さ2メートルを超える縦穴建物も存在する。出土遺物は約20万点で大型のクジラやオットセイの骨、クリア、クルミ、石棒や2000を超える多数の石皿などが出土している。1996年5月に当時の南茅部町教育委員会によって町営の墓地造成に伴う埋蔵調査が実施され、 大規模な集落跡として重要性が認識されたため、現状保存されることとなった。1997年から2000年まで、継続調査が実施されている。2002年12月29日、展示室等気球館中に発生した埋蔵文化財調査団事務所の火災により、出土品の一部が破損及び消失した。 かつては出土品の大部分は、函館市大船遺跡埋蔵文化財展示館で展示されていたが、同館の休館に伴い、函館市縄文文化交流センターにて一部が展示されている。ありがとうございます。